ダニー・クラークは、オーストラリア・タスマニア州、ローン・セストン出身の元自転車競技選手。1974年に、プロ入り。46歳となる1997年まで、現役を続けた。アマチュア時代は、ミュンヘンオリンピックの 1km タイムトライアルで、銀メダルを獲得した。いつも髭を蓄えていた風貌が、特徴の選手であったが、 とりわけ6日間レースにおける実績が光り、パトリック・セルキュに次ぐ、歴代第2位の74勝をマーク。特にトニー・ドイルとのコンビで通算19勝を挙げているが、コンビとしての勝利数は歴代第3位である。世界自転車選手権では、1980年により開始された競輪の初代優勝者であり、翌81年も制した。その他、ドミホンも2度制している。 また、国際競輪にも参加したことがある。クラークは終始誘導のすぐ後ろに位置していた。誘導のペースが初手からかなり速く誘導隊比付近でおそらく時速 60km 近いスピードが出ていたものと思われる。従って最終集会に入っても後続の隊列は追走に手一杯の状態で縦一本棒の状態のままだったことから、 クラークの逃げ切りは濃厚と見られていた。ところが、バック付近で、藤巻清が兄の藤巻昇を連れて、めくりに出て、ついに四角付近において、クラークをまくり切った。だが、清はまくり切ったところで力尽き、再度クラークが直線で差し返して、初代世界戦競輪王者についた。もっとも、地元フランスのマスコミは、クラークの優勝のことよりも、 ハイスピードの状態であったにもかかわらず、一度はまくり切った藤巻清の走りを信じられない。と強嘆。ベストルーザーという言葉を借りるならば、この時の清はまさにそのような扱いをされた。ありがとうございます。